はい、皆さんこんにちは。今回も、ニュースの方を扱っていこうと思います。まあその前にチャンネル登録の方をぜひしていただけると嬉しいなというふうに思います。まあぜひともね、チャンネル登録と高評価ボタンぜひ押していただけるといいかなというふうに思います。はい、では今回の内容を始めていきましょう。今回の内容は、まあはじめ社長の畑でチャンネルがありまして、そのチャンネルの中で、闇カレーという企画が行われて、そのカレーの中にいろいろおかしなものを入れた結果、まあ、その中で一番目立ったの彼女のパンツっていうのがね入っていたらしくて、まあ、それが炎上しているということで、なんかまあニュース記事になってたので、それについて扱っていこうと思います。まあ一つね、これ言うべきことは、まあはじめ社長本人はこの動画には出演してないということなんですね。今回騒動の発端となったのがこの闇カレーという動画なんですけども、はじめ社長の畑というね、2日前の動画、1月4日に出た動画なんですが、2021年の7月4日に、1月4日に出た動画なんですが、この内容がね、結構、まあ、もともとこういう動画出してるんだろうなっていうのは分かってるんですけれども、ただまあ、カレーに入れるもんじゃないよなっていう、まあ、こういう動画が受けるっていうのは、まあ、なんとなく分かんないことはないんですが、ただね、パンツをカレーに入れるのはどうなのかなっていうふうにはっきり思うところなんですよね。まあ確かにこれは、まあ、うちわのノリではね、多分大丈夫だったと思うんですよ。うちわのノリだったら、まあ別にそこまで問題にならなかったというふうに思うし、うちわのノリって、その別にこれ動画として公開してなければね、まあ本人たちの問題だったんですが、これを動画として公開するとなると、そこそこね、これは、まあ、不適切な表現だったんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあもちろん、まあ、今回これね、はじめ社長がやったことではないんで、まあ、はじめ社長に全て責任があるかといえばそんなことはなくて、まあ、彼の、このはじめ社長の畑っていうやつのメンバーの人がね、こうやってしまったことなんで、まあ、はじめ社長を全面的に責めることはできませんけれども、とはいえ彼への名前を冠する、まあね、チャンネルなわけですから、やっぱ彼も、やっぱ事前にそういうところをチェックしなきゃいけなかったのかなというふうには思うんですけどね。まあ、もちろん、いろいろチェックしたりとかするのはめんどくさいし、いいね、まあそういうチェックすることによって、だんだんなんか面白くないような動画ばっかになっちゃうよと、そういう動画ばっか量産するようになっちゃったら、まあそれはそれで残念な話ですけれども、やっぱりね、やっぱ自分の名前をね、こう出してるっていうのは大きいわけですよね。だし、まあ、まあこういう企画って、まあエンタメ系のね、YouTuber って多いですけど、まあなんかありますよね、こういうなんか定番ネタ。まあ、コーラにメントスコーラ、メントスを入れるっていうね。で、まあ、あれはもうほんと使い古されてね、もうなんかバカみたいな話ですけど、あとはね、スライム風呂とかね。まあ、スライム風呂だったらまだ、まあ、可愛いもんなんですけどね。さすがにこれパンツを入れるとなると、ちょっとな、まあ、カレーに入れるのっていうのもあるし、まあ、なんかカレーをバカにされた気分になると思うんですよね。だから、やっぱりこれ良くなかったというふうに思うんですけどね。まあ、その前になんかタランチュラってなんか、雲、あれ、何なんですか？よくわかんないな。燻製みたい、燻製じゃねえな。なんつうの、まあ、雲ですよね。毒雲の、なんか、本当の毒雲入れてるわけじゃないと思うんですけども、その雲が入ってたりとか、あとはいろいろ、まあね、いろいろ変なもの入ってたわけですけども、まだ他のものは許せたんですけども、最後のそのパンツは多分あれはもうカレーに入れるもんじゃないでしょってなっちゃうんですよね。その線引きみたいなのが分かんなかったのかなというふうに思うんですよね。まあ、やってることは、まあ、うんこ食ってるのとあんま変わんねえよなっていうふうに思うんですよね。それはさすがに、動画にはしないと思うんですけども、やってることはほとんど変わんないよな。まあ、もちろんあれは、多分演出だったと思うんですよ、多分ね。本当に入ってたパンツのわけじゃないと思うんですけども、やっぱそういうイメージを作ってしまっただけでもそれは良くなかったし、あれは多分、うちわのリレーでやってしまったんだと思うんですよね。内輪のノリだったらそれ許されるんですが、それが外に出てしまうってことを考えると、やっぱね、これ大変なわけですよね。まあ、やっぱその辺一回考え、まあ僕もね、もう自戒を込めてなんですけれども、やっぱ一回ね、こう世に出る前に一回チェックしないといけないのかなというふうなことはね、まあ自分の自戒の念も込めてね、まあ考えようかなというふうに思いますけどね。ただまあはじめ社長もね、なんか最近まあいろいろ、まあなんか、チャンネル登録者数で、なんかなんか他のチャンネルに抜かれちゃったりとかね、そういうのもあったりとかしましたけども、やっぱね、まあ、もちろんこう、笑いを取るっていうのも大事なんですけど、多分これからの YouTube っていうのは、まあ、面白いのは、なんか、面白いのというよりは、なんかもう、まあ勉強系のね、
YouTube みたいなのが広がってくるのかなっていうふうには個人的には思ってるんですけどね。まあ、まあ僕と個人的にはね、こういう、まあ、バラエティ系みたいな、こういうのは別に、まああんま見ないので、まあ、はっきり言えば、そこまで興味ない話ではあるんですが、ただまあ、これはね、まあ、さすがに、まあ、良くなかったよなってことを取り上げたいなというふうに思いまして、あの、闇カレーね、まあ、闇鍋ってありますけどね、まあ、それと同じ感覚だと思うんですが、まあ、あれは、まあ、怒りを買いますよね。まあ、ご飯を無駄にしてるっていう意見もあると思いますし、まあ、カレーを、まあ、そういうね、扱いしちゃいけないよねっていうふうに、まあ、思わされるし、まあ、あんまり見て気持ちいい、面白くないですよね、そもそもね。まあ、そもそもお笑いとして滑ってるっていうのもあるんですけれども、いや、あれはね、良くなかったですよね。だから、ぜひともね、その辺は、やっぱ、うちわの、なんか、その、ノリだけじゃなくて、やっぱ、世間どう見てるのかなっていうのを、ちゃんと意識しないといけないのかなっていうふうに思いますね。はい。まあ、これは次回の念も込めて、まあ、その辺を気をつけたいなということですね。はい、以上です。まあ、今回あんま内容なかったですけどもね、まあ、とにかくね、こう、なんて言うんでしょう、やっぱ世間の、どう見るのかと。いうこともやっぱり意識していかないといけないのかなというふうに思った次第です。以上です。